コンビニエンスストアウーマンは2016年に発売されて第155回芥川賞を受賞した村田沙やかさんのコンビニ人間の英訳本原作の日本語の小説は読んではいないしこの作者のことは全く知らなかった英語学習のために英訳本を読んでみた英語は比較的優しく高校生でも辞書なしでも読める わからない単語があっても、意味を推測しながら読めば、物語のストーリーを追うことはできる。160ページ程度の、比較的短い小説なので、英語の学習にはおすすめ。芥川賞受賞作品だから、さぞかし、難解な英語が使われていると思ったが、意外に優しい英語だった。英訳のタイトル通り、主人公は、コンビニで働く女性。 彼女は普通の人とは違った価値観と感性を持っている。彼女の家族、職場の者から見れば彼女は単に変わり者というレベルではなく異常者である。主人公にとってはコンビニの店員は転職のようなもので独身のまま18年間もコンビニで働き続けている。物語の前半の3分の2くらいは主人公が コンビニで具体的にどういう仕事をしているのか職場の同僚がどういうことをしているのか上司がどういう言動をするのかといったコンビニでの日常が細かく繰り返し描写される読者は忍耐して読むことになる主人公のアパートに主人公と同類のような男が転がり込んできてから読者は忍耐から解放される その男はバスタブの中で生活している。主人公は同類の男と結婚することになるが、生活の安定のために18年間働いたコンビニから退職して新たな職を探すが、新たな職は見つからず、結局、再びコンビニの店員となる。主人公はまさにコンビニ人間になる。この小説は、 芥川賞に値する純文学なのだろうか。この物語は、普通というものが何であるのかを問いかけているのだと評価されているが、普通とか異常とか、そんなに深刻に捉える必要もない。小説はあくまでフィクションであり、たとえ純文学であってもエンターテインメントである。作品の評価は読者が楽しめたかどうかである。 村上春樹の作品は羊男が登場したり異次元の世界にワープしたりする。読者はフィクションとして読むからそういう非日常的展開も素直に楽しめる。私はコンビニ人間を現実の世界に根ざした純文学ではなくほとんどファンタジーホラーとして受け止めた。主人公はコンビニ人間という人間ではない。 妖怪人間かモンスター。コンビニの外に出ると、主人公は、見た目は、普通の人間になる。ところが、職場のコンビニに来ると、コンビニ人間にトランスフォームする。コンビニを辞めて、新たな職を探している時に、ふと、あるコンビニに入った時、自分が、コンビニ人間にトランスフォームすることに気づいた。彼女の住む場所は、コンビニしかないのだ。 コンビニに帰省するコンビニ人間。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。